昨夜、浜松市の自動車部品工場で火事がありました。昨日午後9時40分ごろ、浜松市北区豊岡町の自動車部品工場の従業員から、建物の地下で何かが燃えていると消防に通報がありました。警察などによりますと、工場にあった液体アルミニウムとみられる物質が燃えたということです。液体アルミニウムは水をかけると危険な物質のため、消防は粉末消火器などを使い、鎮火までにおよそ4時間かかりました。怪我人はいませんでした。